皆さんこんにちは。キャスタバ太郎です。今日は後期の試験に向けて小論文の授業をしてもらってたんですけど、合格発表ということなので、とりあえず結果だけお伝えしたいと思います。自分でこうなんか合格発表を見るシーンとかないんですけど、親から送られてきた画像だけ貼りたいと思います。はい、こちらです。ダン、無事合格いたしました。で、昨日の夜なんやかんや自分がこう受けてきた模試の志望校判定を見てたんですけど、僕は2年生の7月からずっと広島大学を志望してて、まあそれで結局現役で合格できたことが、まあ自分にとっては一番良かったことだし、まあ親への負担も少なかっただろうし、まあ、私立も一つもキープなかったんで、無事合格できて良かったなと思います。そしてアドバイスくださった人たち、そしてずっと動画を見てくださった人たち、本当に応援ありがとうございました。一つのこの広大受験生っていうチャンネルとしてのいい節目の、まあ、終わり方になったかなと思ってます。で、自分は共通テスト自己採点して河合から帰ってきた判定が、まあ、もちろんいい判定で、そのボーダーからマイナス81点だったんで、正直落ちるかどうか受かるかっていうのは自信なかったんですけど、まあ、夏休み以上の勉強をして、まあ、それで、まあ、それが合格につながったのかなと自分は思ってます。はい、で、本当は、まあ、これからこのチャンネルをどう動かしていくかってほんのちょこっとだけ考えたんですけど、まあ、僕は、まあ、そもそも、まあ、世に出てるみんながよく見る教育、まあ、いわゆる受験生たちが見る教育 YouTuber さんたちよりは全然もう頭いっちゃってるんで、もう思いっきり教えるってことはできないんですけど、一人の受験生として、まあ、情報は提供できるので、まあ、そこら辺はまあ、コメントで情報欲しいなみたいなことがあったら、まあ、情報を共有していきたいと思っております。で、自分が広島大学に行って一人暮らしを始めたら、まあ、一番やりたかったのは、まあ、勉強ライブなんですよ。で、自分が今暮らしているところは、まあ、狭くて、まあ、生活音とかが入っちゃうかもしれなかったので、まあ、今までまあ、勉強ライブできなかったんですけど、まあ、一人暮らしってなったらもうやりたい放題なんで、まあ、勉強ライブもしていきたいと思ってます。まあ、特に朝、まあ、ぐうたら生活にならないように朝勉をしっかりライブ配信で1時間ぐらい、まあ、やれたらいいなと思ってます。あとは、で、最後にお願いがあります。逆転合格したってことで、チャンネル登録と高評価本当にお願いします。今減少傾向なので本当にお願いします。それではまた、じゃね。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは